みたいなね、本当に 4,5 人っていうところでしたから。それではここで改めまして本日の対戦カードを発表いたします。お手元にお配りしております対戦表をご参照ください。第1試合シングルマッチ10分一本勝負、まなみ対佐藤亜美。入江さんのこれが入ってるから俺さっき言わんでよかったの、わざわざ構わんでよかったの。第3試合6人対決マッチ20分一本勝負、志田ひかる松本ひろよ橋本千尋組対カサンドラ宮城ハイジカトリーナアジャコング組。豪華なカードですね。高松20分一本勝負、木村花ダッシュ佐藤組対白姫美香アレンスリー組。メインベント仙台ガールズワールドチャンピオンシップ次期挑戦者決定戦30分一本勝負、里村芽衣子対浜田彩子。以上5試合となっております。はい、そうです。どの試合のどこで有料になるか分かりません。どっかの試合が終わったから有料とかはありません。試合の途中で容赦なく無慈悲に有料になりますので、今のうちにぜひご入会ください。第1試合を行います。はじめに青コーナーより佐藤亜美選手の入場です。さあ、まずは先日デビューいたしまして、現在、一番キャリアが浅い、こちらの佐藤亜美、まず18歳ですかね。気仙沼出身、サッカーをやっていたということで、なんかね、噂によるとなんかサッカーの雑誌に載ってると。かわりまして赤コーナーより真奈美選手の入場です。さあ、そして対するは現役の中学生です。中学1年生12歳、真奈美の入場。第1試合シングルマッチ10分一本勝負を行います。青コーナー宮城県出身160センチ62キロ佐藤亜美。赤コーナー大阪府出身160センチ57キロ中学1年生まなみ。同じタイミングでデビューしたこの2人が若干この、佐藤亜美と真奈美とたまにね、ここだけの話言い間違えます。言い間違えるたびに俺おっさんになったなと思いますね。さあ、まずはロックアップからリスト、先手を取ったのはマナミ。このバックボーンが、先ほど言いましたが、この佐藤亜美はサッカーということですが、このマナミは、戦場に入るために、レスリングを、学んだということで、一応レスリング出身でプロレス界に入ってきたということですね。中1にしては体しっかりしてますからね。そうですね、戦場が普段やってる戦場サークルですね、戦場サークルからも、出てきたということで、もしね、仙台で、東北地区宮城県で、プロレスラーになりたいという方がいらっしゃったら、ぜひ戦場のサークルにも、行ってみるのどうかなと思います。ああ、これ得意のタックル。ご入会ありがとうございます。早速のようこそニコプロへ。そうか、1年前はランドセル背負ってたのか。おー、怖っ。
大子が。そうなんです。よく気づきましたね。佐藤亜美はサウスポーなんです。で、しかもスポーツ業界にいると天才が生まれると言われる AB 型のサウスポー。これね、基本的にあのプロ野球界とかでも AB 型のサウスポーって天才が多くいると言われてまして。さあ最近このね、マナミも闘争心をよくこの表情で見せるようになってきました。最初の頃はねうつむき加減だったんですけれども、やっぱりこうやり慣れてくると余裕も出てくるんですかね。そうですね、感情特にねこの戦場にいると、まあ里村綿子選手を筆頭に、白姫美香だったりとか、まあ、ダッシュ、ちさ子選手もそうですけど、感情をむき出して、ね、相手を、倒しに行くというのが、そういうファイトスタイルが売りになってほしいなと思いますね、戦場に入ったんだから。ウーリングするたびに2人の成長を感じることがありますか。まあね、もうここまでみっちり戦場に出させてもらってて、あえて厳しく言うと、まだ成長したなって実感することはないですね。まだまだこれからですよ。うん。そうですね、やっぱりスタミナですね。まあ実際試合時間としても5分もまだ経ってないですからね。言ってもまだ10代ですからね。さあ回転してのバックエルボー。そうですね、やっぱこう見た感じ、今この2人ともなんですけど、無駄な力が入っているなという感じはしますね。さあここががっちりと腰を落とした、これが逆指固め。まだまだ中1ですが、さあこのねやっぱ中1だからこその柔らかさっていうのもあるんですよね。さあしっかりと絞らねば、キャップは取れません。ね、力の抜き方を教えるもんじゃないですね、学ぶもんですね。あーっとさらに反っていった、これは強烈、背骨が折れそうな逆エビ、ここはたまらずタップ。うん、まああれはね普通の人間だったらもう呼吸止まってますよ、あの曲がり具合は。まあ、あれが逆エビですね、ええ、まあね女性の方がやっぱ体は柔らかいので、やっぱ男子と比べても、まあ、僕やっぱ初めて女子の試合さばいた時に腕ひしぎとか逆エビとかのこう曲がり具合が見てて怖くて止めてしまいそうになりましたよね。これやばいんじゃねえかと思った。